非常事態宣言が出てまして、社会的にも自粛基調になってましたんで、私も YouTube の方を自粛していました。別にめんどくさいとかそういうことじゃありません。今日はですね、マイナンバーカードを使っての特別給付金の申請をやっていこうかなと思います。実はですね、先ほど父親の分を済ませまして、これから私の分を皆さんにお見せしながらやっていこうかなと思います。必要なものはハード的にはマイナンバーカード、あとはマイナンバーカードのリーダーですね。リーダーはこのチャンネルでも何個か紹介してきましたが、まあ1000円くらいで安いのは販売されてるんで、そちらを使われてはいかがでしょうか。ただ中国製なんで 100% 安全とは言えませんけど、気になる方はですね、国内メーカーのものを使われたらいいと思います。ソフト的なもので必要なものはですね、マイナンバーカードの暗証番号ですね。これが2つ、4桁の暗証番号と、あとはアルファベットを含まれた暗証番号が必要になります。それでは早速ちょっとやってみましょうか。まずはですね、自分の市区町村の名前と給付金で検索するとですね、基本的にはそのオンライン申請に関してのページが出てくると思います。例えば埼玉県川越市、川越市特別定額給付金で検索するとこのページが出てきまして、ここですね、マイナーポータルっていうところにアクセスしてください。埼玉市特別定額給付金で検索するとこういうページが出てきて、マイナーポータルに行ってください。所沢市ですとこんな感じですね。結局のところマイナポータルっていうところに行けって書いてあって、リンクは全部一緒なんですよ。でそれがこちらですね。で、申請はこちらっていう風になってますんで、ここをクリックする。で、どんどん進めてもいいんですけど、まずはですね、動作環境っていうところから、Chrome であれば Chrome、要はこれはマイナンバーカードを読むためのソフトを入れないといけないんでこれをやってるんですけど、ダウンロードして保存して起動してインストール完了で、 Chrome に追加、拡張機能を追加、追加されました。で Chrome を再起動してくれって書いてあるんですよ。ここに、Chrome の再起動って書いてあるんで、これを一旦閉じます。閉じないといけなかったんで、先にこれをダウンロードしたわけですね。で、またこのページに戻ってきました。クッキーに同意して、申請はこちらですね。これやっとかないとですね、途中まで入力したのに、また再起動ってなっちゃうんで。で、ここで、私の場合は、埼玉県何々市っていうのを入れます。そうするとその市によってですね、多分その申請できるやつが違うんでしょうね。まあ、今回は特別定額給付金なんで、これをチェックしてこの条件で探すと出てくるんで申請すると、申請方法ですね、カードリーダーマイナポータル AP、まあ、さっきインストールしたやつですねが必要ですと。マイナポータル AP はホームページ株の動作環境からうんぬんて、まあさっきやったやつですね。で次へ進む。マイナンバーカード持ってます。証明用電子証明書の暗証番号覚えてます。5回間違えるとロックされてしまって、市区町村で解除手続きが必要になりますね。マイナンバーカードに対応したリーダーライターあります。次。メールアドレス、特別定額給付金埼玉県何々市、マイナンバーカードを読み取り、読み取る、なんでかな。スマートカードをセットアップしてます。準備ができました。 OK、 暗証番号を入れますと。で読み取ってくれて、私の名前、生年月日、住所等が今自動で入力されています。振り仮名だけは自動入力されないんだ。振り仮名とあとは郵便番号は自動入力されないんで、振り仮名と郵便番号だけ入力すると。で、次のページに行って、給付対象者っていうのがですね、1番には今入力した
世帯主の名前が入ってて、2番目3番目4番目ってここにですね、奥さんの名前とかお子さんの名前を入力するわけですね。金融機関で入力内容の確認なんですけど、ここにですね合計金額が出てますね。私の場合は1人なんで10万円と。でここですね、添付書類の登録っていうところで振込先口座の確認書類括弧写しってなってて、申請者名義の通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面等の写しまたは画像括弧口座番号かな氏名等が分かるものってなってて、通帳とかをコンビニでスキャンしてくるとか、あとカードをコンビニとかでスキャンするでもいいんですけど、私の場合は、もしかするとダメかもしれませんけど、でもこの日本語読む限りはインターネットバンキングの画面等の写しってなってるんで、インターネットバンキング例えば三菱 UFJ 銀行行きます、そうするとログインしたトップ画面に名前とあとは口座番号を支店書いてあるんですよ。これは、三菱 UFJ に限らず新生銀行もそうでしたし、多分ほとんどの銀行は名前と口座番号が書いてあると思うんですよね。かな氏名等が分かるもの、かなじゃないけど、でも口座番号等ってなってますからね。でこれを、プリントスクリーンボタンを押してスクリーン撮って、今って Windows のこの標準のやつって何なんですかね、わかんないんですけど、これにコピーしペースト、コントロール V でもいいですし、貼り付けってありますね、貼り付け初めて使うからちょっとよくわかんないんですけど、拡大あで金額まで写す必要ないと思うんで、これをトリミング、これを保存できると思うんだけどな、どうするんだろう。メニュー保存、名前つけて保存。22KB になったんで、ファイルを選択から給付金を選択して次へ進む。でここからかな、入力内容を保存した方がいいです。これ一回ですね、重くアクセスが集中してるからか分かんないんですけど、エラーなっちゃってやり直しになったんで、ここでダウンロードする、でダウンロードすると、そして戻って、以上確認同意し次へ、電子署名を付与する、だから、このパスワードだけでいいですね。最初の4桁のパスワードはマイナンバーカードから自分の氏名とか住所とかを抜き出すだけなんで、必要なのは、このアルファベット入りのパスワードですね。ちょっと自信がないんですけど合ってるかな。ちなみに、5回間違えるとロック。うわ、よかったよかった。で、申請できるようになったんで、送信すると、申請先に送信が完了しました。埼玉県何々市、控えをダウンロード登録アドレスに送信、以上でおしまいですね。多分これで大丈夫だと思うんですけど、これで実際にそのお金が来たわけじゃないんで、これで大丈夫ですとは言えませんけど、参考になったら参考にしてください。というわけで、お金が来ましたら概要欄の方にですね、あるいはコメント欄に、続きの動画を貼ってると思うんで、よかったら見てください。以上です。さよなら。